皆さんこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。前回は私の自己紹介から生い立ち、皆さんからよくいただく質問にもいろいろ答えていますので、まだそちらをご覧になってない方がいたらそちらからチェックお願いします。そしてここからが今日の本題です。私が移住したのは2017年ですね。大学卒業したすぐで23歳とか24歳でした。スウェーデンでは新卒一括採用みたいなものがなくて、大学を卒業したすぐまだ経験がない頃に就職するっていうのがものすごく難しいということもスウェーデンに来てから分かったんですよね。日本だと大学を卒業するってなるとみんな一斉に就活したり、こう企業もねその採用頑張ると思うんですが、スウェーデンではもう最初から結構経験がものを言うというか、まだ経験がない大学生を雇いたいっていう会社があまり多くないんですね。私と一緒に卒業した友達や同世代のみんなは頑張れる仕事とか打ち込むことっていうのが毎日忙しくできる何かがあるのに、せっかくスウェーデンに来たのに無職かというのもすごく恥ずかしいような気持ちを持っていました。そして実際にスウェーデンに住み始めるといろいろ難しいなと思うことがどんどん出てきて、その一つが深刻すぎる住宅不足です。前にちょっとだけお話ししたことがあると思うんですが、スウェーデンでは簡単に引っ越しをすることができません。私たちも北スウェーデンにあるルレオっていう都市に引っ越してきてから1年以上は知らない人のお家で家賃を払って居候させてもらう生活をしていました。日本だと空きのアパートってたくさんあったりして、不動産屋さんに行けば内見も結構すぐ申し込めたり、いつでも入居可能っていうところがあると思うんですが、全然スウェーデンはそんなことなくって、全国どこでもかなり住宅不足です。なのでルレオのような地方都市でも5年ぐらい待たなきゃいけなかったり、ストックホルムやゲートブリっていう大きな都市になると20年くらい待つということが必要になってきます。ヨハンは大学生だったこともあり、ルレオに来て1年ぐらい経った頃に学生用アパートっていうところに割り振ってもらえたんですが、北スウェーデンって冬が長くておうち時間が長いのに自分の家がないっていうのはかなりストレスだったかなと思います。その学生アパートについてはルームツアーとか他の動画いろいろ撮っていますので、1年ぐらい前の動画を見ていただけると嬉しいです。そしてここから今日の本題、私が YouTuber になるまでの仕事についてなんですが、これがめちゃくちゃ悩まされました。スウェーデンの人ってみんな英語が話せるので、きっと仕事も英語でできる仕事があるだろうなと期待を持っていたんですが、それはストックホルムやイェーテボリなどの大都市に限るということがだんだん分かってきて、もしこのルレオで働きたかったらスウェーデン語を覚えなきゃいけない、スウェーデン語をしっかり話せるようにならなきゃいけないということを後々気づきます。ということで私はまずスウェーデン語が喋れるようになるというところを目指すんですが、ちょうどその頃はシリアから難民の方がたくさんいたりして、語学学校も全然入れない状態でした。私は外国人としてスウェーデンに来た時に、じゃあこれからどうやって社会に溶け込めばいいんだろうっていうのが自分では分からなかったので、まずはハローワークに行きました。でそこでもらった回答が意外だったので、それを皆さんにシェアしたいと思います。スウェーデンでは移民として来た外国人が早く社会に溶け込めるように、つまり仕事ができるようにたくさんのプログラムが組まれています。その中の一つに、私みたいに本当に来たばかりの人、来て1日目の人でも参加ができるスウェーデン語を学んだり、面接の練習をしたり、あとは社会の仕組みとか政治の仕組み、民主主義について教えてもらうというような、もういろいろなことをカバーしているプログラムがありますというふうに教えていただき、しかもそれは国としてのプログラムなので、ちゃんと日当も出るというお話でした。日当というか手当っていう感じかな、失業者手当みたいな感じでしっかり手当が出るということでした。それは年齢によって値段が結構違ったりするんですが、私は確か1日3000円ぐらいもらっていたかなと思います。
もちろんフルタイムで仕事をゲットするのが目標なんですが、まずはスウェーデン語を勉強したいし、その社会の仕組みを知るっていうところすごい大事だなと思ったので、それに参加することになりました。そのプログラムから5ヶ月ぐらい経った頃に、ちょうど語学学校に空きができたということで、もうようやく語学学校に入学することができました。でもその5ヶ月間で毎日8時間実際に学校みたいな感じでスウェーデン語の授業を取ったり、面接の練習をしたり、コミュニケーションを取る、ディスカッションをする練習とかもしていたので、結局私は語学学校を3ヶ月ぐらいかな、2月とかに始まって4月の終わりぐらいには卒業するという形になり、卒業した後にまたこれも政府がやっているハローワークとこのルレオの大学がやっていたプログラムなんですが、大学卒業した人向けのコッタバーゲンっていうプログラムで、その面接を受け、それに合格し、そのプログラムにも参加しました。日本の自治体でもしかしたらそういうその外国人を受け入れるときに、なんだろう、語学だけじゃなくって仕事にもつなげるっていうところで、いろいろなね、面接の準備とか、その生活様式の説明とかもね、してくれるところがもしかしたらあるかもしれないんですが、私はそういうのを初めて受ける側だったので、こんなことを無料で、しかも手当をもらいながらできるって、すごく寛容な国だなと思いました。そしてそのコッタバーゲンでは、その大学との共同のプログラムだったので、大学の先生たちが私たちの教室に来て、いろいろな授業をしてくれたり、面接の指導だったり、あとニュースとかその世界情勢についてのみんなの討論会みたいなやつも毎日やっていたり、地元のビジネスミーティングとかに参加したり、地元の行政機関、そして民間の企業に社会訪問、社会科見学みたいなのも行ったりして、結構いろんなことをさせてもらう素晴らしいプログラムでした。ここで補足なんですが、私が移住した2017年頃はスウェーデンに移住した外国人が仕事をゲットできるまで平均8年かかると言われていました。その8年を短めようという試みで、このプログラムがスタート。半年間コースを受け、その最後にはインターンシップで働くという流れになっています。私は正直スウェーデン語がそこまでできる時じゃなかったので、そのみんなが言ってることを理解するとか、自分の意見をしっかり言うってことに一生懸命すぎて、全然余裕がなくって、なんか日本のことを改めてこう自分で調べて、こうこうこうだよって伝えるとか、今まで考えたことがないような質問をもらったりするので、本当に人生の勉強になったなと思います。いろんな人がいたんですが、私が23歳とか24歳ぐらいで一番その若い人だったんですが、上は本当に55歳ぐらいまでかな。いろんな人と話してすごい良かったなと思う反面、みんなはなんかキャリアを今まで積んできて、スウェーデンに来て、じゃあはい、あなたはどうしたいんですかとか、どういうコネクションが欲しいですかっていうところだったのに、自分はまだキャリアを積んでいない状態で、23歳4歳でここに今いて、なんか何ができるかわからないとか、そんなスウェーデン語が自分が思ってることが伝わらないとか、そういうのでね、めちゃくちゃすごくすごく落ち込んでいる毎日だったので、なんか泣き出すこととかも実際にありましたね。そこで実際に地元の企業で働いてみようという感じでインターンもさせてもらいました。地元の電力会社で人材開発部というところでインターン生として雇ってもらったんですが、もうスウェーデンの働き方とかスウェーデン人の仕事のやり方っていうのにすごく感化された思い出があります。同時に私は日本人で日本の価値観を持っているので、そこについてすごくいい質問をしてもらったり、ディスカッションをしたりして、日本の新卒採用みたいな新しい人を教育しながら実際に長く働いてもらうっていうところを目指すような政策も取りたいということだったので、結構いろいろな話をして、私の方から提案書を書いたりして、すごく楽しかったです。インターンシップの後は私の課題というのが見えてきて、
また大学に入ってしっかり学びたいなというふうに思いました。もう一回成人学校に行って勉強して大学院に入るという流れです。ここまでがスウェーデンで YouTube をやる前にやっていたことになります。もしあのまま大学を卒業して東京で就職してヨハンと一緒に暮らし続けるということになれば、きっと同じ悩みを抱えることはなかっただろうけど、それと同時に家族や友人と離れて外国人として暮らすヨハンの苦悩や思いというところに気づいてあげられなかったかもしれないなと思うと、こうやって私もスウェーデンに住むことで一緒に辛いこととか難しいことをシェアできる仲間がいてよかったなと思います。ちなみにヨハンは日本が大好きなので、将来絶対日本に帰りたいそうです。その時は日本の素敵な古民家を買って、こう一から全部こうリノベーションするみたいなのが夢らしいです。ここでまた補足させていただきたいんですが、スウェーデンの大学は3年、2017年に移住し、2020年の夏にはヨハンの大学の卒業が決まっていて、私やヨハン、ブライアンの3人で日本移住の準備を進めていました。皆さんもご存知かと思うんですが、その頃は状況が刻一刻と変わっていて、外国人のヨハンは日本に入国できないという状態もずっと続いていて、先がわからなかったので、ヨハンはそのまま大学院へ進学、私は日本のニュースの現場で働いていたんですが、いろいろあって2021年の春に私がまたスウェーデンに戻ってきて、それから2人パパの動画の編集をお手伝いしつつ、2021年秋にフリーランスとして登録、2022年に YouTube チャンネルを開設しました。いつも動画を作るときに企画、撮影、編集、サムネやタイトルを考えたり、そしてアップロードしてコメントを残したり、なんかいろいろ一人でやることがあるんですが、それがだいたい毎週1本出すのに40時間ぐらいかかっています。まだ編集するときは皆さんのコメントとか顔が見えないので、この画面の反対側にいる皆さんの思いとか、皆さんが動画を見ながらどういうふうに感じ取ってもらえるかなとか、どういうメッセージがあったら面白いかなみたいなことを一人一人に思いを馳せながら動画を作っているつもりです。なんでこれが伸びるんだろうと思うような動画が伸びたり、一生懸命頑張ってこれ絶対いいぞと思った動画が逆に全然伸びなかったりで、 YouTube で動画を作るときにすごく難しいなと思うことは、私の日常とか私たちが普通と思うことが他の人にとって面白いとき、それを自分では気づけないということがよくあります。私が他の人の動画を見ながら、わあこれいいなと思うことはあっても、自分ごとになるとなんかこれがいいとかあんまり気づけてないなと、皆さんからいただくコメントを読みながら、あ、そういうところでこう心が動いてるんだとか、すごく勉強になります。 YouTube を載せるときに使うアプリ、 YouTube Studio っていうアプリがあるんですが、それには本当にいろんなことが載っていて、動画の最初の何秒でどれぐらいの人が離脱して、そして動画のこの部分がなんか何回もリピートで再生されていてとか、すごく細かいことがアナリティクスでかなり確認できたり、皆さんから直接コメントとか高評価ボタン、そしてチャンネル登録の数で評価されるっていうのは、厳しいようですごくモチベーションにつながる楽しい仕事だなと思っています。実は来週、この次の週に動画を上げる日が土曜日なんですが、その土曜日に密着した1日ブログ、1日密着動画っていうのを出したいと思っています。素材をね、その動画の素材をバーって見た感じでは、これ本当に面白いのかなとか、なんか何が面白いんだっけってよくわからないっていう状態で編集をしています。私もこれから動画を作るにあたって、こう皆さんが好きなこととか、なんか皆さんが興味があることをもっと取り入れたいなという思いがあるので、もしよかったら皆さんが好きな動画や YouTube のチャンネルなどをぜひ今回コメントにシェアしていただけると、私もそちらいろいろチェックしたいなと思っています。そして動画の最初でお話ししたように、こうスウェーデンに来てから最初の数年間は
本当にいろいろなことが分からなくって、自分は何ができるんだろうとか、人の役にどうやったら立てるんだろうみたいな暗くなっていた時期や、自分にはこれはできないとか、こんな風にはなれないみたいな、特にこういったクリエイティブな仕事は自分には絶対できないよって躊躇していた時期もあったんですけど、今皆さんに YouTube でたくさん元気をもらって、日々明るい気持ちで動画制作ができています。私の動画であまりビジネス的な話はしないんですが、でも副業したい方とか、フリーランス、個人事業主になりたいっていう、その同世代の方とか、チャレンジしたい方もいるかなと思うので、いつか私の動画の収益の公開とか、なんだろう、いろいろなクリエイターとしての苦悩みたいなところもお話しできたら嬉しいなというふうに思っています。私が動画で皆さんに見せたいものと、皆さんが私のチャンネルで見たいものがマッチする時が一番こう伸びるし嬉しいんですが、でもそれってね、本当に自分ではわからないことばかりだなと思うので、こうリクエストとか感想とか質問とかあったら、本当にいつでもどしどしこのコメント欄にお寄せいただけると嬉しいです。ということで、トーク動画いろいろ長くなったんですが、今週も最後までご覧くださりありがとうございました。それではまた来週もお会いしましょう。ヘイドー。